ゲンのン、カイセド、ライス全員が、来季のアーセナーにいるかもしれない。あでも、あれですよね。あの、カイセドが、もう、あの、移籍、アーセナーと約束してるみたいな。だから、それを、アーセナー移籍させるから、去年、契約延長して残ったのは、そこの、しっかり、そこでお金を取るためみたいな言われてたけど、でライスが、バイエルンが撤退したんですよね。彼がイングランドに残りたがってるから。 で、なんか関係者がもうアーセナルだよって言ったみたいな。なんか,なんかね、自分たちの上手くいがなかった。あいつは、私と付き合わないけど、あの子と付き合うよ、みたいな。なんか、すごいなんか、モラルは感じないような行動でしたけど、まあ、いずれにしろ。で、これで、ジョルジーニョは放んのってなって式っファー来てないみたいなで、これ戦力の話で言うと、ジョルジーニョは放出リスト乗ってるっていうじゃないですか。カイセドの多分今のアーセナルでの最適ポジションどこかって言ったらトーマスのとこなんですよ。で、ライスがどこかって言ったらジャカンとこなんですよ。 ちょっと違うのね。で、カイセドは、カイセドもライスもどっちもできそうなんだけど、どこがベストかっていうと、今やってるチームでの役割で言ったら、ディフェンスラインから引き取って散らす役割がカイセドで、ディフェンスラインから引き取るときもあるんだけど、前線に出ていって攻撃のアクセントつけるみたいなのが、ライスが基本やってる役割なんですね。ってなると、ジャカの方がしっかり出てく感じでしょ。で、トーマス・ジョルジーニョは、 特に、ジョルジーニョは売れたら、みたいな感じじゃんってなると、ライス1枚取れたら、それよりも優先順位高い選手出てくるっていう。左インサイドハーグのところで、ジャカとハビオ・ビエラいて、で、スミスローム一応いるでしょで、今、ジョエル・チューマンみたいになったと思われたら嫌だね、うん。アンカーのところには、ジョルジーニョとトーマスいるでしょ で、最後の方はジョルジーノの方が出て,てたから。ってなると、ジョルジーノが年齢的なとこもあって放出とかされないと、解説入れなくかったりするのかな、みたいな。で、解説はあの、偽サイドバックとして使う案っていうのは、二人とって、最悪そこ全員、万全な状態だったら右サイドバックみたいな意味なのかなと思って。トミヤスも経過勝ちだし、そういうエルニもいるしね。だからこの、一応誰か出して誰か入れるってしないと、スカッと膨らみすぎて、それこそチェルシーみたいになっちゃうから、今そういうところでこの遺跡史上の駆け引きで言うと、 じゃあ、ここでね、解説度もライスも取りましたってなったら、ジョルジーニョとか、他の中盤の選手足元見られて売らなきゃいけなくなるからね。だから、このライス解説度のところが、ほぼ決まってるんだけど、簡単には動けないみたいな状況になってるのかなって思ったんですよね。まあ、全部推測ですよ。まあ、後々当たってたか外れたかっていうのが分かればいいですけどね。分かんないこともたくさんあるんでね。あ,あ、そうそう。で、ブライトンがコルウィル欲しくて、解説度をね、チェルシーに出して、それでコルウィルの こと移籍させてもらうのか、ローンを延長するのか分かんないんだけど、ただそれってさ、改正だの意思ゼロじゃん。で、改正だに関してはアーセナル行きたい行きたいってなってて、それでも行けなかったじゃん。で、行かしてくれるっていうのを条件に、あの、契約延長もしてってなったから、それで、チェルシーの方が入札額多いからって、改正度君ごめんねと、アーセナルじゃなくてチェルシーに君には行ってもらうよっていう風うにできるかなっていう。まあ、それでできたのが、多分、ムドリックなんだけど、 ムドリックのウクライナからどうしても出たいっていう状況とさ、カイセドのあの、ブライトンから出たいっていう状況って違うじゃん。で、ブライトンからアーセナルっていうのは CL 出れるようになるけど、ブライトンからチェルシーっていうのは CL 出れないどころかチーム状況もどうなるかわかんないじゃん。だからあの、コルビル取るためにカイセドチェルシー出すっていうのは、そんなま、あの、キャリアモードみたいにできんのかなと思ったんだよね。まあ、僕がね、こう、得てない情報のとこから、それでもカイセドがチェルシー行くみたいなのがあったら、 よかったらちょっと書いてほしいですね。両取りできたら最高だけどね。そしたら、左がジンチェンコ・トミアス。で、右がホワイト・カイセド。で、センターバッカーの2枚に、まあ、トミアスそっちに回して、もう1枚はキビオルとホールディングで、みたいな。で、アン監督・ジョージ・ジのン・トマス行って、インサイドハーフのところに、ライスとスミスロハビオ・ビエラ、ウデゴール行って、まあ、カイセドそこでも使えるし、で、ウィングは、まあ、サカイテ・ネイルソン行って、マルティンいてクロサール行って。 で、トップにトルサールも使えるけど、ジェズス、エディって感じでしょカイセド本人どこ行きたいとかないらしいですよ。あ、それだったらね、結構意外にあるからな、別に。あの、トミヤスみたいなね、スパーズだと思ってました、みたいな。カイセドムドリックと比べるとちゃんと考えてそう。うん。カバーツ合わせなのは一番なさそうだけどね、ウーデボールいてハビオ・ビエラいてトップもマイスいるからね。あ、だからライスの話、あの、ライス見たんすよ。ジャカ対談する。で、ライスとカイセドが。 あの、今日のリストのトップだって、特にライスみたいな感じで。ライスあれでしたね。4231のダブルボランチの一角と、4123のアンカーと、両方やってて、で、ダブルボランチの一角やるときは、あの、あれ、ソーチェク。でかい人と組むんだけど、結構ライス上がってってて、で、前クレがアーセナルの方としっかり人全部捕まえてるわけじゃないんだけど、相手のボランチが浮いてるときにちゃんと一列前出てガンガン捕まえに行くの。で、そこの強度高いみたいな。これってジャカがアーセナルでやってることじゃん。攻撃の時も、 昔よりもガンガンフロンあの、バイタルエリア上がってくの。結構さ、まあ、イングランド代表前選ばれた時のダブルボランチ一角とかライスやってた時そうだした、ベニンガム出てくるちょっと前か。とか、あれカルビン・ヒップス組んでた時もそうだったけど、結構バランス取りながら、守備で刈り取って、フィードで両左右散らしてみたら、ちょっと遠藤渡る的な感じだったんだけど、本当にね、今のジャカっぽくどんどん前出てく感じになってて。で、自分でドリブルで運べるようになってましたね、昔より。 ぐいぐい前運んでいって、で、その運び方も、ちゃんと整体入れながら運べる感じだから、ああ、推進力もあるんだ、みたいな。で、やっぱり、左サイドに、左のインサイドハグじゃん、ジャカ抜けてそこ入るとしたら、らそこにね、右利きで、ミドルシュート打てんのよ。そう、だから、左深い位置取ったウィングが戻したボールにね、こう巻く感じの、こういうシュート打てるから、それでかいな、みたいな。ヘディングもね、セットプレーで決めてるシーンもあったし、ジャカを右利きにしてアップデートさせたみたいな感じにはなってましたね。 あとは、ジャカよりも経験値は少ないからね、当然。ウエサムの方があの、アーセナルよりはね、プレッシャーは少ないですからね。らこれがアーセナルにどんぐらい早くフィットするかっていうのと、あとちょっと気になったのは、自分と逆サイドにボールがあるときに、ボールサイドの選手全部捕まえるみたいなのが遅れんのよ。そう、なんかこう、ゾーン守るのか、人捕まえるのかで、人捕まえてた方が、ピンチにならないところを、その場に居座っちゃって、センターバックの前に。結果、その、総チェクの背中側の選手がフリーになって、シュート打たれるみたいなのがあって。 あれなんかやっぱモイーズのチームだからやっぱマイプレイとか見てもえ、アントニオそこ行くの行かないのはっきりしようみたいなとことか結構ある、ね。プレス、ボール取れそうな時にはガンガン行くんだけどそうじゃない時の一人一人の役割がシティとかアーセナルほどやっぱ明確になってないから。それがアルテタの元に行ったらそこ明確になるからもっと守備の強度上がると思うんですよ。今、ふわふわした人間関係とかいろんな空気感の中で判断してることをチームの説明書があって判断するようになるから出足良くなるからアーセナル来てもっと伸びると思うんですよね。 インナーラップした時のクロスだったら距離短いから左利きじゃなくてもいいですしね。そうそうそう。どうしてもね、あの、ジャカーが悪いわけじゃなく、ジャカーが左利きだからやっぱここで、このエリアでね、攻撃の時、このエリアでボール持った時に、このシュートってなかなか利き足動サイドだと、ごめんね、決まりにくいじゃん。これがランスだとこういうの決めれるしね。ほんと、ゴール前出ていけて、ボールもね、あの、狭いところで持ててみたいな感じだったから。 めちゃくちゃうまいみたいな、このテクニシャンみたいな感じじゃないけど、ここの守備もここの守備もできて、今ジャカがやってる役割を結構すぐ馴染めそうな感じがあって、右利きでクオリティあるっていう感じがしたね。あとはサイドからのクロスにどんだけ流れの中でもヘディングで飛び込めるかみたいなさ。本ントおいてトップ下の選手もいてウィングも入ってくるから、そこまで毎回クロスを中で待たなきゃいけないような役割じゃないか。それがナイスアーセナル来たら、ね、セカンドストライカーみたいな感じになる時多いだろうから、 腕ゴール広く動き回ってね、ミドル狙うし。ああ、確かに前線に使われたマクトミネはあんな役割かもしれない。でもマクトミネよりもボール持てるというか、まあ、マクトミネはね、スールシャール時代ほど持てないからね、サリバいないときセンターバックでサリバの代わりできると思いますか僕的には、あの、キルえー、キビオルとか、ホールディングよりは全然できると思います。ただ、あの、アルテタの思考上使わないと思いますね。インサイドハウがメインポジションでアンカーに使うと思いますね。とで、カイセトはアンカーメインポジションでディフェンスライン人いないときサイドバックもあんのかね。 だけど、二人取るのは贅沢ですね。誰かもう一人ぐらい放出するのか。パケットは僕見たしはトップ下でしたね。とかインサイドハーフとか。若干の位置スミスローは普通にそこなんだけど、でもなんか、そのプランをさ、あるテタなさそうじゃん。そのプランをさ、持ってるけど、スミスロー自体が、何か絶対にもう、そう使うっていう風な扱いを受けてないじゃん。普通に放出リストにも載ってるって話じゃん。そうだから、スミスローこっち側期待するけどね。ただ、クラブの内側的には、スミスローを、 復活したらいいなぁぐらいの枠で捉えてると思うな。スミスローに絶対的な信頼とか自信あったら、ライス取り行かないと思いますね。アンカーだってトーマス・ジョルジーニョいてさ、カイセドだって冬に取ろうとしてるから夏にも狙うでしょどっちかだけだったらね、ナイスカイセドで言ったら、カイセドの方が優先順位低そうだよね、報道の仕方で、され方で言うとね。サリバーパリ狙うって言ってますけど、出すと思います。サリバーが行きたいって言わない限り出さないと思いますね。そう手放すと思えないところをね、手放すんだよね。 サッカー界は。それは分かんないからね。ただ、こんだけね、出れてないって言うてあるとねそう、絶対住みする方が大丈夫だよって言えるようなね、そんな、ね、出場の仕方、活躍の仕方はしてないからね、無責任なことは言えないですね。え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。はい、では、ぞして、どうもでした。バ,バイバイ。